お邪魔します。こんにちは博士、今日はどんなお話を聞かせてくれるんですか？あれ博士、お主何者じゃ？名を名乗れ。ええ、ごめんごめん、驚かせてしまったみたいだね。これは私の研究室で開発中の信長ロボだよ。いかにも我が織田信長だ。あの織田信長、でもどうやって喋ってるんですか？実はチャット GPT という AI を使って喋らせているんだ。チャット GPT を使えば誰でも簡単に織田信長とおしゃべりをすることができるんだよ。すごい、まるで織田信長が現代に蘇ったみたいですね。そういえばチャット GPT って最近ニュースで耳にしますけど、それって一体何ですか？よく聞いてくれたね。それでは今日はチャット GPT について説明しよう。よろしくお願いします。チャット GPT とは、チャット GPT は人工知能の一種なんだよ。そしてチャット GPT という名前のチャットは会話を意味していて、 GPT はジェネレイティブ、プレトレインド、トランスフォーマー、直訳すると生成的な事前学習をした文章変換器の略なんだ。なんだか難しそうですね。簡単に言うと、チャット GPT は大量の文章データを AI に学習させることで、 AI とまるで人間のような会話ができるサービスのことなんだよ。なるほど、チャット GPT は AI に人間の文章を学習させて会話をしてるんですね。でもどうやって学習させているんだろう？いい質問だね。それではチャット GPT の仕組みについて教えよう。先ほどチャット GPT は文章データを学習させていると言ったけど、実際は大量のテキストデータをもとに会話の中で次に来る単語を予測して文章を生成しているんだ。ふむふむ。例えばイルカがという文章があった場合、次に続く言葉は様々なものが考えられるけど、泳ぐという単語が続くのが自然だよね。チャット GPT はどの単語が続くのが文章として自然なのかを大量のテキストデータから確率的に算出しているんだ。今回の例ではイルカがの後には 70% の確率で泳ぐが続いているから、イルカが泳ぐという文章が生成されるんだ。なるほど、確率的に次に来る言葉を予測しているんですね。その通り。また学習のためのテキストデータには書籍、ウェブサイト、記事などを使用しているんだ。なるほど、ありがとうございます。これでチャット GPT の仕組みについて理解できました。でもチャット GPT を使うと具体的にどんなことができるんですか？良い質問だね。では今度はチャット GPT でできることについて教えていくよ。チャット GPT を使うとこれらのことができるんだ。ええ、こんなにたくさんのことができるんですね。チャット GPT は質問に答えてくれるだけではなく、翻訳やプログラミングであったり、さまざまな用途にも使えるんだ。また音楽や小説など、これまでは AI が作ることが難しかったクリエイティブな作品も生み出せるんだ。他にも雑談の相手だったり、先ほど見せた織田信長みたいにキャラクターになりきらせておしゃべりしたりできるんだ。チャット GPT はいろんなことができるんですね。ただチャット GPT はいいところだけではなくて、気をつけなければならない点がいくつかあるんだ。チャット GPT の注意点としてこれらのことが挙げられるよ。まず大前提として、チャット GPT は学習させているデータの関係上、必ずしも正しい情報を答えるとは限らないんだ。チャット GPT は書籍、ウェブサイト、記事から学習させていると言ったけど、これらのテキストデータに含まれていない情報や最新の情報に関しては答えることができないんだ。またチャット GPT はあくまで確率的に自然な文章を作成しているだけなので、正しい情報かどうかは我々が確かめないといけないんだ。それとチャット GPT で生成したものを自分が作ったことにしないように、チャット GPT を使うと宿題の回答を答えさせたり、作文や詩などの作品を作ることができるけど、チャット GPT は間違ったことを言うかもしれないし、これらのことは自分でやることに意味があるから、チャット GPT に代わりにやらせてはいけないよ。宿題や発表物の使用は家庭や学校
校の決まりに従って正しく使うように。わかりました。チャット GPT を使うときは情報が正しいかどうかちゃんと確かめて使うようにします。あと宿題に使うときは最初は自分で解いてみて、わからないところがあったらチャット GPT に聞いてみるようにするよ。GPT について正しく理解してくれたみたいだね。チャット GPT は便利なものだけど、それに頼りすぎるといつか大きな間違いをするかもしれない。大事なのは自分で考えることなんだよ。わかりました。それでは実際にチャット GPT を使って織田信長のチャットボットを作成してみよう。はい、よろしくお願いします。それではチャット GPT の使い方を教えていくよ。まずパソコンやスマホを用意してインターネットでチャット GPT と検索してみよう。検索したらチャット GPT のページが出てくるからそれを開くよ。そしたらトライチャット GPT と書かれた部分を押して、チャット GPT を初めて使う場合はサインアップを押してアカウントを作成してね。チャット GPT を使ったことがある場合はログインを押して作成したアカウントでログインしよう。アカウントの作成にはメールアドレスや電話番号などの情報が必要になるから、アカウント作成するときは親と相談してみてね。ここまで来たら実際にチャット GPT を使ってみよう。やった、いよいよチャット GPT を使えるんだ。楽しみだな。それでは実際にチャット GPT で織田信長のチャットボットを作成しておしゃべりしてみよう。それではまずはじめにこのような文章を考えてみよう。チャット GPT などの AI に指示をする文章のことをプロンプトというよ。今回は織田信長のチャットボットを作成するためにこのようなプロンプトを用意したよ。織田信長のチャットボットを作成するためには最初に織田信長のロールプレイを行うという目的を書く必要があるんだ。その後口調や性格などの細かい設定を書いていくよ。また織田信長のセリフの例を入れるとさらに精度が良くなるよ。セリフの例には織田信長の名言などを使用しているよ。最後に一言目の発言を指定してあげると最初の言葉が長くなるのを防げるんだ。ただプロンプトには明確な決まりはないから、アレンジをしてみたり自分でも作ってみてね。プロンプトができたらチャット GPT に入力してみよう。はい、では先ほどのプロンプトをここに入力してメッセージを送ると、我は戦国大名の織田信長である。貴様、何か問いかけがあるのか。おお、織田信長だ。それでは織田信長に質問してみよう。そしたら自己紹介をしてください。我こそは織田信長、戦国時代の大名たるものである。天下統一を目指し数多の戦を勝ち抜いた名君だ。武勇に裏打ちされた我が遺伝は天下に届き、その名は日本中に知れ渡っている。すごい、信長が答えてくれた。口調も織田信長のイメージぴったりだね。プロンプトで指定した通りの結果がちゃんと出てるね。じゃあ次はあなたの武勇伝を教えてください。我の武勇伝を求めるとは、貴様もそれなりに教養のあるものであるようだな。まず尾張の地に生まれながら、我は若くして家督を継ぎ織田家の再興を果たした。信長としての名をとどろかせるため天下統一を目指し戦いを繰り広げた。最も有名なのは桶狭間の戦いであろう。その時我は敵である今川義元を挑発し、宇宙の奇襲によって大いに勝利を収めたのだ。すごい、織田信長の歴史についても答えてくれたよ。チャット GPT は書籍などから学習しているから、プロンプトで入力していないことも教えてくれるんだよ。次はあなたの友達について教えてください。我が友となる者たちか。確かに我には数多くの忠臣や戦友がいた。その中でも特筆すべき者たちを教えてやろう。まずは我が右腕ともいえる明智光秀である。彼は知略威武、我の補佐として数々の戦いで輝かしい働きをした。そして森蘭丸、後の豊臣秀吉も忘れることはできない。若き日の秀吉は我の家臣として仕え、その器量と行動力には目を見張る者があった。森蘭丸が後の豊臣秀吉、何かおかしいような。そうだね、現在のチャット GPT ではまだ間違ったことを言う可能性も十分にあるから注意が必要だよ。じゃあ最後に将来に向けて一
言アドバイスをください。貴様よ、将来に向けて我からの一言アドバイスを授けよう。決して自らの限界を信じる中で常に挑戦し続けよ。世の中には限りない可能性が存在し、貴様もその一端となることができる。自らの才能や能力を過小評価せず、大胆な挑戦を恐れずに前進せよ。困難に立ち向かい、敗北を恐れずに奮闘することこそな真の成長と成功の道である。これが我織田信長からの将来へのアドバイスだ。貴様には偉大なる未来が待ち受けていることを信じ、自らを高め勇を邁進せよ。おお、すごくいいアドバイスだね。感動したよ。GPT は人間らしい文章の生成が得意だから、人間から見ても感動するような良いことを言ってくれてるね。どうだったかな、織田信長との会話は楽しめたかな？はい、楽しかったです。織田信長と会話しながら逸話なども一緒に学べたので良かったです。それは良かった。ただ最初に説明した通り、チャット GPT は必ずしも正しいことを言うわけではないから、全ての情報を鵜呑みにしてはいけないよ。はい、今度自分でも織田信長について調べてみます。うんうん、それはとてもいいことだね。 AI の技術はこれからも発展して便利で楽しいものが増えていくだろうけど、その技術を過信せずに自分で考えて正しく使っていくことが大切なんだよ。それで言うと、今回の話は AI 技術について考える良いきっかけになったんじゃないかな。はい、とても勉強になりました。あとは今回は織田信長のチャットボットを作成したけど、入力する文章次第では他の偉人やオリジナルキャラクターのチャットボットも作成できるよ。そうなんですね。そしたら僕の考えた最強のキャラクタースーパーエレクトリックカイザー4号のチャットボットを作成してみよう。そうと決まれば早速作るぞ。チャット GPT で遊ぶのもいいけど、ほどほどにね。みんな、どうだったかな？人間らしい文章が生成される仕組みをよく理解して、歴史上の偉人と話してみてね。注意点に気をつけながら、チャット GPT を楽しく使ってみよう。動画を見てくれたみんなにクイズを作ったよ。クイズに10問以上正解すると、卒業証書がもらえるから、ぜひチャレンジしてみよう。みんなは何問解けるかな？また群馬ちびっこ大学ではみんなからの感想を募集しています。クイズと一緒に勉強や実験してみた感想を動画の概要欄にある URL から記入してみてね。他にも楽しい動画がたくさんあるからどんどん見てみよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。